日本ではですね、動物の胎盤は豚か馬です。羊と牛は使ってはいけないということになってます。病気があるからです。あの狂牛病とか、羊はスクレイピーという病気があります。馬も綺麗ですけど、馬の胎盤も綺麗ですけど、なかなか安定供給できないですね。豚の方がたくさん子供産んでくれるから。で、豚はあの無菌豚という SPF 豚というのがあります。で、綺麗な豚の胎盤だけを使うようにしています。それは原料を供給する側で、豚を飼っている養豚場の人が、出産がありました、胎盤が取れました、でもそのまま長時間放置されると劣化しますよね、腐っていきますよね。だからちゃんと生まれてすぐに輸送してくれる業者さんがどれぐらいいるかという、その比率が3分の1ぐらいという意味です。まずはその豚の源から、原料供給のところがセレクトされて3分の1しかいいものが入ってこないという話です。とりあえず入ってきたのはすぐには使わないです。しばらく保存してありますっていうのは、もし養豚場で病気が発生したらそれは危ないじゃないですか。だから何ヶ月も保管しておいて、その間に豚の病気が発生しなかったということを確認してから、その材料を使うというようにしています。